皆様こんにちは。今日は富良野線 54.8 キロ全17駅をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。まずは始発駅富良野駅です。ホームの除雪作業をされていました。富良野駅と楽田駅の中間あたり、富良野ワイン工場から見た富良野線の景色です。富良野駅普通列車キハ150系が通り過ぎていきました。富良野駅の隣、楽田駅です。この駅の由来は、札幌農学校がかつてここを演習用の田畑として使っていたため、楽田と付けられています。ここからの景色、とても列車がきれいに映せます。ここの右カーブを曲がって楽田駅に入るあたり、ここすごくいい撮影スポットですよ。最近北海道でも珍しくなってきました板張りのホームを登っていきます。いやー、何か風情がありますね。ここは一面一線の無人駅。待合室にドアはありませんが、こうして雪や雨をしのげる場所があります。私、駅を巡って最近気づいたんですが、千羽鶴必ずあるんですよね。隣の鹿内駅です。おしゃれな駅舎が特徴です。駅の周りには数軒の民家のみありました。ここも大自然がいっぱいに広がっていて、とても綺麗に列車を撮影できる、そんなスポットでもあります。ノロコ号が走る時期、ここすごくおすすめですよ。このホームも板張りとなっています。いや、私ここびっくりしたんですけども、駅名表、こうして風で飛ばされないように固定されていますね。いや、この高さはもしかして豪雪地帯なので、駅名標が埋まらないようにという配慮でしょうか。さあ、駅舎の中入ってみましょう。木造の温かみを感じる駅舎です。ここの掲示板に、ようこそ鹿内駅へと書いてある掲示板がありました。隣の中富良野駅です。中富良野町は大きな町で、駅舎も立派です。駅前には大きなスーパーなどがあり、降りてとても便利です。夏になればここ近くにラベンダー畑があります。駅舎の中もとても広いです。待合室もとても広くなっており、ロッカーもあり、ここもすごく使い勝手が便利ですね。夏になると観光案内が開設されているようです。ノロッコ号が走る時期には、ここの駅はかなり混み合います。ホームは2面2線のホームとなっております。夏の間だけ営業しているラベンダー畑駅です。冬期間は駅名表も外されています。夏の間は1日6本のノロッコ列車が停車いたします。立ち入りが制限されており、ホームに入ることはできませんでした。駅近くのファーム富田さん。なんと冬も営業してるんですよ。私びっくりしました。隣の富田メロンハウスは営業していないようです。夏のみの営業のようです。ラベンダー畑駅近くの西中駅。ここも板張りのホーム、一面一線の無人駅です。いや、こうして見ると大自然の景色、本当に素晴らしいですね。冬の富良野線の景色も最高です。さあ、駅舎に入ってみましょう。ここも温かみを感じる木造の駅舎。中には座布団も置かれていました。上富良野町の中心街、上富良野駅です。私、夏の間、ここに立ち寄ろうと思ってたんですが、なかなか立ち寄ることができなく、今回初めて来ました。十勝岳温泉郷の近くでもあります。ホームは2面2線のホームとなっています。大きな町です。駅前にあるこのお弁当屋さん、すごくおすすめです。安くて美味しくて量が多いです。あとこの駅近くのスイーツ赤川さん。ここのバナナパフェとイチゴパフェ、すごく美味しいですよ。鉄道旅にいかがですか？さあ、そして隣駅、美馬牛駅です。美しい馬と牛の駅。いや、素晴らしい素敵な名前の駅ですね。ここは駅前にショップがあります。そして歩いて行ける距離にラベンダー畑もあります。駅舎の中は温かみを感じる座布団がたくさん置いてありました。そして近くの観光案内を各国の言葉で書かれたチラシが置いてあって、とても親切な駅に感じました。富良野線のほぼ中間に位置する美瑛駅。ここは観光の拠点でもあります。駅舎もかなり大きいです。そしてホームも2面3線のホームと大きいホームとなっています。待合室も別室になっていて大きな駅舎となっています。とってもおしゃれですね。駅員さんも配置されており、1年を通じて混雑する駅です。駅前は観光案内所、お土産屋さん、パン屋さん、レストラン、コンビニ、レンタサイクルとかなり充実しています。美瑛駅から約 3.5 キロ離れた駅、北美瑛駅です。3キロ離れただけで、こうしてガラッと景色が変わります。駅舎の中は大きな座布団が敷いてあるベンチがありました。いや、これはありがたいですね。周りは小高い丘に囲まれており、小さな集落がありました。千代ヶ丘駅です。運が良ければ飛行機の着陸が間近に見える駅です。無人駅でしたが、待合室はストーブがついていてとても暖かかったです。ホームは2面2線のホーム。列車交換も頻繁に行われている駅です。駅に入る入り口、やけに狭いなと思いましたら、こちら、指定保存樹、ヤダチモとハルニレという木があるそうで、切れないんではないかと思います。駅を出て歩いてすぐのところにセコマもあり、とても便利な駅です。西清和駅です。国道からも離れており、一気に田舎感の増す駅です。周りには民家が数軒あります。ノロッコ号をここで撮影するのもいいかもしれないです。近くにはお店は一軒もありませんでした。西清和駅の待合室。なんと自転車置き場と併設されています。さあ、中に入ってみましょう。木造のドア、珍しいですね。中には座布団が置かれ、心の温かみを感じる、そんな駅舎でした。どの駅も手作りの座布団なのがとってもいいですね。隣駅西神楽駅です。だんだん旭川の駅に近づいてまいりました。住宅街も増え、周りには銀行や商店が並んでいます。2面2線のホームとなっております。ここで列車交換をすることもあるんですね。西瑞穂駅です。国道に面している駅になっています。ドアのない駅舎ですが、こうして座布団が置かれているのは本当に温かみを感じます。周りは数軒の民家というところでしょうか。住宅地に囲まれた駅、西五稜駅、一面一線のホームになっています。ドアのある駅舎で、駅舎の中は座布団がやはり置いてあります。利用する方も多いようです。緑ヶ丘駅です。こちらも一面一線のホームとなっています。だんだん大きなスーパーや施設が目立つようになってきました。住宅街の中にある緑ヶ丘駅、バス停のようにすぐパッと乗れる手軽さを感じました。旭川駅から約 2.5 キロしか離れていない神楽駅です。大きな団地が目立つようになってきました。無人駅ですが、切符の自動販売機もあり、たくさんの方が利用しているようです。さあ、そして富良野線の終着駅、旭川駅です。北海道では2番目に大きな都市。周りにはイオンや大きなショッピングセンター、ホテル、銀行など生活のあらゆるものがここに備わっています。富良野線全駅巡り、今日の動画は皆様いかがでしたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。